はい、どうも、カズベンです。いつもご視聴ありがとうございます。本日、令和2年の1月4日なんですけれども、明日1月5日は、大阪市の消防出初め式が開催される日なんですね。以前にも私、動画でね、大阪市の消防出初め式、初めて行くぞということで動画を作ったんですけれども、ついにね、もう明日になってしまいました。全然ね、何の用意もしてないです。はい、ここにビデオカメラもあるんですけど、充電もしてないし、まあ、準備も何もしてないというような状態なんですが、会場でね、僕を見かけた方、この帽子をかぶってるんで、この帽子をかぶってる僕を見かけたら、ぜひぜひ声をかけていただきたいなと思います。Twitter でもちょっと言ってたんですけど、ATC、南高の ATC ってバイクで行っていけんのかなとか、バイク置き場あんのかなとか、かなりね、こう不安要素いっぱいあるんですけれども、まあ行ったらなんとかなるでしょう。というわけでね、明日大阪市消防出初め式で皆さんお会いしましょう。はい。まあ一つはね、このお知らせでございます。で、もう一つが、前回の動画で、僕が、元日にやっていた、トレーニング、これについてお話しするぞということで、言ってたんですけれども、今日はそのお話ですね。で、消防署のお正月っていうのは、まあ、来客者もね、来庁者も少なくて、救急とかのね、件数も、僕の管内では結構少なかったというか、落ち着いてました。うん。火災もなかったし、まあ、救助事案もなかったし、その他ね、いろんな出動等々なかったんですけれども、地区によってはね、救急がすごい多かったりとか、火災がね、発生したっていうところもあるみたいですが、まあ、幸い僕のところはすごく平和な時間がすごく、流れていたと。で、その中でね、やっぱり、お菓子とかね、お餅の差し入れとかがね、もう消防署中いっぱいあるんで、それを食べてね、僕たちもね、正月中、正月になってしまいがちなんですけれども、まあまあ、それではいけないということで、みんなで筋トレしようということで、1日かけて筋トレをしておりました。その筋トレの名前が、消防筋トレ2020。このね、消防筋トレ2020についてどんなことやったかお話ししていきますね。まあ、消防筋トレ2020の概要なんですけれども、まあ、2020って言うてるぐらいなんで、2020回筋トレをするということなんですね。まあ、例えば腕立て伏せ1回やったら1ですし、懸垂1回やったら1、アームカールも1回やったら1ですし、腹筋も1回やったら1ということで、まあ、2020回筋トレをするわけですね。はい。これね、結構大変で、そんな1時間2時間で終わるもんじゃないんですね。もう本当朝昼晩というふうにこう分けて筋トレをしていかないといけないんですけれども、その筋トレをやったと。で、その中でどんなメニューがあったかっていうので、まあ、さらっとね、紹介していきます。結構多いんですけどね。で、まずね、まあ、僕たちがやっていた筋トレに関しては概要欄に書いておきますし、YouTube のリンクもね、貼っておきます。こんなトレーニングやったぞということで貼っておきますけれども、まあ一個一個ね、洗っていきます。まずね、よくやったのが、僕はこれほぼほぼ毎頭もやってるんですけれども、メトロンブログさん、皆さん知ってますかね、イケメンのね、すごい体のいいストリートワークアウトのメトロンブログさんですけれども、メトロンブログさんの腹筋トレーニングが何種類かあります。はい。その次ね、メトロンブログさんの、胸筋、胸筋トレーニング、これもあります。で、メトロンブログさんの足トレ、これもあります。で、これはもう基本的に1日に、まあ、1セットいつもはやるんですけれども、まあ、朝昼晩と分ける中で朝と晩にやるとかね。このトレーニングに関しては、回数とかね、それぞれ人によってやっぱ回数が違うんですね。僕たち5人1組でトレーニングやってたんですけれども、クランチするのでもこう10回できる人もおれば8回しかできひん人もおったりするんで、まあ運動の強度を見て、これは大体何回相当やなということで、まあ、適当にね、みんなで話し合いながら、これ1回やったら100やなみたいな感じで、やっていました。これね、メトロンブログシリーズですね。で、次がね、サーキットトレーニング。サーキットトレーニングっていうのは、いくつかのこうトレーニングの種類をこう順番にこうね、サーキットこう回してやっていくっていうもんなんですけれども、まあね、サーキット1として、ブルガリアンスクワット、で、ケトルベルスイング、で、バーベルスクワット、で、アーノルドプレス、で、あと、まあ、休憩ですね。5人1組でこう順番にこう回っていくんですけれども、これをやっていました。どんなトレーニングかというのは下にリンク貼っとくんで、また見てください。で、サーキット2としまして、ヒップスラスト。これはお尻の筋肉。女性の方がよくやってるね、筋トレですけれども、ヒップスラスト。で、アームカール。次、アブローラー。アブローラーっていわゆるコロコロね。コロコロやりました。で、トライセプスエクステンション。トライセプスっていうのはこの三頭筋のことなんですけれども、この二の腕ね。その二の腕のトレーニング。で、まあ、休憩ということで、これをこう、サーキットでぐるぐる回すというような感じで、やっていました。このサーキットに関しては、みんなでわちゃわちゃ話し合いしながら、まあ、決めていった種目になりますね。うん。それもね、また決めるのもね、楽しかったりします。はい。
で、それ以外には、懸垂を 10×10 セット、これはほぼほぼ毎日やります。はい、一人ねこう10回1、2、3って声かけ合いながらやって、10やったら少し休憩して、また次10やって休憩して10やってっていうので、10、10、10、10、10、5人でやるんで50回ですね。それもう1周やって100回やると、これが懸垂を10回×10セット、これをやっていました。はい、次ね、サイドレイズマラソン。サイドレイズってこう肩のトレーニングなんですけれども、もう結構いろんなことをやった後に、回数をやっぱ稼いでいこうかと、2020いけへんなということで、短時間で結構しんどいのなんやろっていうことで、このサイドレイズ、ね、肩の筋トレをやりました。まあ、僕はね体重が83キロで、結構重たいんですけれども、軽い子もいてたんで、サイドレイズの重量はまあ5キロで4キロ3キロ2キロ1キロ、これをそれぞれ20回ずつやります。はい、5キロから全員始めていって、次4キロ3キロ2キロ1キロということで20回ずつやって、これで100いくわけですね。それ以外にも、バーピージャンプ、バーピージャンプも、リンク貼っとくんで知らない方は見てください。まあ4個章で1、2、3ジャンプ、2、2、3ジャンプとかでね、こういう風なバーピージャンプもやりました。これね結構心肺機能がしんどいんですけれども、やっておりました。で、あと運転技術向上訓練、これ僕ら勝手に名前つけてるんですけれども、ウェイトね、重りありますね、筋トレのウェイト、これちょっとiPad ミニですけれども、これをこうね、プレート5キロとかね、僕は 7.5 キロを持ってたんですけども、 7.5 キロ持って上げて 1、2、3、4、5 2、2、3、4、5、こうね、ハンドルみたいにこうやってやっていくね、筋トレをね、僕ら勝手に運転技術向上訓練という風に名付けてやっています。これもまあ5人でやってるんで、10ずつやっていって、それを2週で100というふうにやっています。こういうのをね、メニューを朝から晩まで時間あるときに、こなしていて、合計2020回を目指すんですけれども、まあね増えないですね2020、それ以外にもちょこちょこ、例えば960回まで来たってなったら、あと40回ほんなら腕立てやっていこうかとかね、切りええとこで切るために、その時に、懸垂ちょっと10回だけ入れようかとか、アームカール100回いこうかとか、そういうね、個別のトレーニングもやってたりするんですけれども、1日かけて2020回やるんですね。で、冒頭に、僕の館内は結構ゆったりした時間が続いてたとは言うたんですけれども、まあ、やっぱそれでもね、ちょくちょくこう救急出動はあるわけで、救急行ったらね、1人抜けていき2人抜けていきってするんですけれどもね、その間もね他の人はやっていると。で、800とか900、1000って増えていったら、僕800で出ていった次、ほな自分800からなって、もう一回そこ、差を埋めるようにこう200させられるわけですよね。それをね、1日かけてやってね、夜の10時までにはね、終わらないといけないですね。夜の10時になると、仮眠時間に入ってくるんで、消防庁舎の指令の音がね、限られたとこにしかならへんようになったりするんで、体育訓練所みたいなところにはもう音を流れないんですね。だからそれまでに終わらせるぞ言って2020やりきるという、まあ正直ね、元旦からすることではないんですけれども、やっぱりね、元旦、どうしてもね、怠けてしまうんで、消防筋トレ2020ということで、私たち頑張っておりました。はい。ですのでね、今日1月4日ですけど、まだ、消防筋トレ2020の筋肉痛、これ残ってます。はい。もうね、しんどすぎる。一個筋肉痛系とはまた他のとこ出てきてね、なかなか筋肉痛治んないんですけれども、私はそうやって頑張ってるわけですね。まあ、私のこの消防署だけじゃなくて、他のね、消防署とか、結構ね、救助隊の人とかね、こういう筋トレやってたりするらしいです。僕も、知らなかった、他の人からやろうって言われてやったんですけれども、まあ、消防士の筋トレでね、こういう結構無茶なこともね、やってます。まあ、すごい高重量を持ち上げたりするわけじゃないんで、怪我したりするような筋トレじゃないんで、全然ありかなと思います。はい、今日ね、私の動画でもどんな筋トレしてるんですかっていうコメントね、若い方からいただくんですけれども、私たちこういう筋トレやってございますので参考になればと思います。はい、というわけで今日の動画は元日に私がやっていた消防筋トレ2020についてのお話でございました。この動画が良ければまた高評価とまたチャンネル登録をお願いいたします。ではまた。